ではこれより開演前挨拶の練習を始める。俺が手本を見せてやるからちゃんと見ていろよ。特に M、 いいな。あ、うん。皆様、本日は我がワンダーランズショータイムのステージにお越しいただき誠にありがとうございます。こうして観客の皆様と出会えた奇跡、幸運、そうしたものを今噛みしめております。それでは僭越ながらまずは自己紹介を。私はこのワンダーランズショータイムの座長、アマ×ペガサスと書き天馬、世界を司ると書き司、その名も天馬司、輝きすぎる未来のスター天馬司です。我々のショーはおとぎ話の世界、剣と魔法の世界、宇宙など演目ごとに皆様をさまざまな世界へとお連れします。奇想天外、摩訶不思議、そんな我々のショーを心ゆくまでお楽しみください。どうだ、完璧だろう。今日この日のために授業時間と寝る間を犠牲にし、さっきとその友人たちと共に考えに考え抜いた渾身の挨拶だ。ああ、さっきというのは妹だ。相談した時はあまり乗り気じゃなかったが、試しに聞かせてやったら手伝わせてと言ってきた。しかも幼なじみの友人たちにも意見を仰ぎ、挨拶の完成度を高めてくれたというわけだ。つまりあの挨拶は俺とサキとその幼なじみたちの熱き魂の結晶なのだ。ん、なんだなんだお前たち、感動で言葉も出ないか。なんだ M、 腹別に痛くはないわ。あ、さてはお前、俺が変なものを食べておかしくなったとか思ったな。ん、ネネまでなんだ。そうじゃなかったのなら、あまりにもまともすぎて気持ち悪いだと。お前ら、俺とサキたちの渾身の一作になんてことを。試しに作った挨拶を聞いた時のサキの反応、確か顔を赤くさせたり青くさせたりしてわなわなと震えていたな。おそらくあの時点で傑作ができる予感を感じ取っていたに違いな。違う？何が違うというんだ。聞かされた挨拶があまりにもひどくて、兄が恥をかくと思って手伝ったんだろう。だと？こら M、 ネネ、納得するんじゃない。お前ら揃いも揃って俺を何だと思っているんだ。